シャス七日です。今見てください、このマスティフがね暴れ散らかしてるんですよ。やばいですよこれ。マスティフのね、まあ今まで88ダメだったのがなんか今バグで120いくごになってるんですよね。まあちょっと後半見てもらえると120以上のヘッドショット込み込みのねダメージもこのねシーンを見てもらえるとわかるんですけど、バケモンになってます。だからランクともアンランク問わずにこういうことになってて、訓練所でやったら88ダメージだったんで、なんかようわからんバグなのかな、そんな感じでもうランクがとんでもないことになってますね。一瞬で消えます、一瞬で死にますっていう、そういうね武器になってますよ。特にこれのひどいところがノックされた時の敵に対してワンパンで消し飛ばせるっていうところなんですよ。これがやばい、これがねちょっと異常なことになってますよね。普通にだからランク今やってる人はあんまり回さん方がって言ってもね、終盤だからランク回さざるを得ないみたいな、マスターいけねえよみたいな、ダイヤ間に合わねえよみたいな人にとってはね、めちゃくちゃ最悪のタイミングでやらかしてくれましたね、運営がね。ただでさえ今運営のそのバグでアタッチメントついたまんまドロップシップから蘇生されるあれになってますからね。これ見てください、これね、ここからの144やばいよね。これがねランクですからね、ダイヤのやばいよね。これはさすがにねマスティフバケモンすぎ、これはね拾わないと、とかなんだろう、もうみんな使ってるんで使わないと使われるって感じです。だからなんか言ったらこのインファイトのマスティフ勝負になってくると何が変わるかっつったら回線の良し悪しですよね。回線いいやつの弾が優先されるんで、そういうところでねアドバンテージが出てくるんで最悪ですね今ランク本当に。なんかね言うなんかね今日やっててやたら3人フルパ3人がマスティフ持つっていう意味わからん状況があって、まあ、ニューキャッスルが持ってたんで、まあ、ニューキャッスルはまあ普通かなとか言って思ってたんですけど、なんか他のレブナントもパスファインダーを持ってて なんだこのパーティーみたいなこと思ったらあれだったんですね。こういうことだったんですね。早いねフルパの情報網はね。いやー僕もだからだいぶ後になって知って、でどれどれと思ってスクワッズちょっと試しにやってみたらいきなり爪痕ダブハンが取れるっていうちょっとわけわからんことになってしまいましたね。いやこれはねまずい本当に。これはねただでさえパッとナーフして今だからアップデートの内容がまた詳しいアップデート大型アップデートの内容が公開されて見てみると、次でねマスティフの強化が入るんですよ。マスティフの強化が88から90にダメージが変わるっていう強化のアップデートが入るっていう情報があるので、結構ねこのマスティフ環境ではまあマスティフ環境かわかんないけど、まあやっぱり単発武器とかのねまあ、キーボードマウスプレイヤーのちょっと強化っぽいショットガン強化が来てるなとかって、まあそれは本当にねシーズン22になってからじゃないと90ダメージはなんないんだけど、それより先にねこうやってバグで120というもう全盛期金武器マスティフですよ。みんなが恐れるこのデジスコつけたね金武器マスティフが地べたに落ちてるっていう状況が今スクワッズとアンランク、ランクの方でね確認が取れました。恐ろしい、マジで恐ろしい。こんなんだってこんなんチーターでウォールハック使ってるやつだったらね、レブナントでそろりそろりと来られたらもうどうしようもないですよ個人的に。そういうなんかまあ言ったらドームファイトとかだったらまだね勝ち目はあるかもしれないんだけど、遭遇戦とかハイドとかされたらチーターにはマジで勝てんすからね。まあチーターはそれ以外にも超遠距離からのね必勝ハボックがあるんでもう極悪なんですけど、あ次のねアップデートで変わるところがなんかあるみたいで、
ヘムロック弱体化するみたいな、弱体化というか、まあ、言ったらダメージが19になるっていうね、弱体化が入ったりとか、まあ、今ちょっと環境武器がいろいろ変わるみたいですね。なかなかディスラプターがなくなったりとかね、そういうことになってしまっていて、で新しいアタッチメントで LMG にジブのガンシールドつけるアタッチメントが出てきたりとか、まあ、そこら辺詳しくはね他の人が言ってるんで僕のところでは簡略化させてもらいますけど、まあ目についたところで言うと LMG ガンシールドっていうアタッチメントが出てくるんで L スター最強になりそうだなーっていう、そんな気がするようなアップデートが、あれ LMG ですからね。だからそうなってくるとちょっと L スターゲームにならないかなーっていうところはねちょっと思ったりするんですけどね。ハボックが腰打ちの集団率低下するんで、だから より L スターの環境になってできそうなんですよね。次のシーズン22マップローテーションもね、新マップが出てくるみたいで、新マップとブロークンムーンとストームポイントっていうやべえローテーションなんで、大丈夫か大丈夫か大丈夫か、本当にエッジなくして大丈夫かっていうね、みんなの心の安定の、まあ言ったらエッジはちょっとね、僕は別にストーンポイントも結構好きな方なんですけど、まあちょっとね新マップをやってやっぱ慣れてるマップで一息つきたいなって思った時に、エッジがないのはちょっと困ったな、てかオリンパスの出番なんかちょっと短かったような気がしなくもないんですけど、気のせいなんですかね。キンキャニとかオリンパスが一瞬でみたいな感じになってますけど、ブロークンムーンがなんかやたらと長いのはちょっと、まあ、僕ブロークンムーン正直あんまり、まあ慣れたけどね、慣れたけど、まあねって感じですかね。移動がやっぱ大変だから、そこはちょっとあんまりね得意ではなかったりするんですよ。ジャンプマスターも難しいし、あのマップ、まあそういうね変化がある中でこんな致命的なバグ大丈夫、本当に怖いよ。シーズン22が始まるの本当にって感じで、だからそういうねパッドナーフしてどうなる、革命が起きるみたいな話で言うと、まあマスティフキピモツ どんな塩梅なんでしょうね。だから分かんないよね今どうなるかが。ヘムロックも弱体化され、ピースキーパーがでもディスラプターなくなっちゃうからちょっとね、どうなんだろうね。でも高ダメージがちょっと出やすくなったみたいな記事が出てるんで、まあショットガン環境にやっぱなんのかな。まあパッドでもねショットガンの方がエムアシスト薄かったらそっちの方が強くなる傾向になるので、そこら辺ねどういう環境になるの前にこのバグちょっとどうにかしてくれマジで。ランク終盤でこれはねランク回して頑張ってる人にとってはマジで辛いから、ちょっとね今回のアップデートの前にこういう粗相はねちょっとよろしくないんで、早めに対応していただけると嬉しいなっていう、なかなかねとんでもないやらかしをしてくれるエペさんですよ。いやーやばいね、これは本当に激ヤバのマスティフでございました。というわけで今回はねこんな感じでマスティフ120ダメはまずいですよ、144ダメ出てましたからね。ランクでそんなことを、僕はもうランクでただでさえ使えてるのにそういうバグでちょっとね進路をちょっと作りたくないので、ぜひとも運営さんは修正お願いします。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。